勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。はじめ弟子たちにはこれらのことがわからなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこれらの印を行われたことを聞いたからである。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。見なさい、夜は明けてあの人の後について行ってしまった。